皆さんはどうですかなんですかお3回からですがおーでもね明日はねどの席にいても楽しめますので安心してください。ああメンバーが遠いなぁと思っても寂しくさせないような内容になっているので。 しみにてていてくださいセットリストがとても良いのであの寂しい気持ちにならずねみちゅさんのこともだけどメンバーみんなのことも見てもらえたらと思いますあのね今なんか顔にプツプツができてて昨日初めて皮膚科でね 皮膚科でビタミン注射というものをしたんですよビタミン注射というものをしてねガチの普通に注射を打つんだけど治るかなと思ったけどまだなんかできものいるから早くいっぱい寝ないといけん睡眠不足なのかもしんない寝てるけどこんばんはどうも。 どうも,どうも,もう今日一い,い汗かいたからねメイクが汗で浮いてきたんですよだからもう逆に取っちゃおうと思ってティッシュでメイクをプリフリフリフリって取ってちょっと今日はあまりあまり見ないでくださいねあまり見ないでよねこんばんはちょっとギフト読むね 福ちゃんお疲れマクールさんタカシンさんモリモリさん花びらいっちゃんお断りシソノーロさんアイスえーとえーとひろし BKK さん花びらゼタンお疲れレネさんお団子クアドリさんコウジさん花びら亀さんお団子トールさんお疲れコウジさんハートみゆちゃんクアドリさんいっちゃんソラソヨカさんニシさんしんいちさん花びら 陣内さん、お疲れ。新一さん、お疲れ。トニさん、お疲れ。Z ットさん、お疲れ。シさん、お疲れ。ひろっちさん、お疲れ。クロさん、お疲れ。ありがとうございます。ガモさん、しんいちさん、お団子。トニさん、花束。シさん、花びら。藤岡猫にゃさん、ハート。風のノシさん、きれい、ありがとう。ガトーショコラさん、花びらとお団子、ありがとう。しんちゃんさん、花びら。 新一さんさお断りです。スカイファイルさん、ハート、カメさん、お団子ちんさん、花びら、ットさん、疲れ、しんいちさん、回復役、人来さん、しそのろうさん、お団子ガードリさん、回復役、ありがとうございます。髪が汗かいて、ぼさぼさです。人来さん、花びら、ガードリさん、回復役、かずのしんさん、もちはださん、 お団子、右タピポさん、小林達臣さん、みきやくん、花びら、かずのしんさん、ねろけんさん、ハート、こうさんお団子、さっちゃんお団子チョコラブさんお団子、しゅんぼうさんお団子、ありがとう、ぜっとさん、きれいありがとう、ぜたんありがとう、こうさん、しんさん、ビーディーマンさん、 花びら、さとこさんハートクロさん歯車しんいちさんお団子、陣内さんファイトテキサスのロンスターさんバラあやとくんハートひりあすみさんバラカジノフォンテンさんお断りですサタンハートマリオ2さんハートとお団子、山さん真空賢さんまもるさんスカイホエルさんカエデさん長吉さん川崎さんこじやすさんくちゃんグラさんガッキーさんお団子、ありがとうございます おじさんレインボースターありがとうございます花びらもありがとうございます風のしんさんレインボースター星野まさきさんハートありがとうございますありがとうブルームーンさん長吉さんお団子みつるん花びらまるさんだるまゆうたくんお断りしおなさんかわいいまるさんだるま シさんばら白熊さんお団子がガニコさん花びら川崎さん桜餅たいなみさん花びら山さん桜餅ありがとうございますギフトがめっちゃくるありがとう春を感じる春感じてるよありがとうございますありがとうさとこさんまるさんお団子ありがとう い,っぱいいっぱいありがとうあチちりぱも聞いてくれてありがとうちりぱのふりかけ当選者は3でしたうん3でした聞いた人しか聞いた人と届いた人しかわからないうん,んねえもうほんと髪が今日もわもわですあげよう上にあげちゃおう G2 さん、お団子、ありがとう。ミキョ君、お団子、ありがとう。シュんン、お団子。シオナさん、お団子。G2 さん、ラブレターもありがとうございます。なんかすいません。選ばれし。選ばれし、ふりかけです。美味しいので食べてください、ね。うちの旦那さん、だるま、ありがとうございます。 美味しいしよチちりパンのふりかけちゃんちりめんふりかけちりめんほんとにちりめん番組名がちりめんパーティーだけどふりかけもちりめんですちりめんじゃこしんいちさんお団子ありがとうあさってはパセリ聖地巡りカフェ貨幣をする予定えっ カフェこの前、ね、昨日かなまた新しいとこ行ったよ。えっと、えっとね、なんていう名前だっ,たっけな。えっと、ケーキ屋さんに行きました。クラーク、クラークシーゲルだっけな。クラークシーゲル、鉄砲町っていうとこに行きましたよ。の、なんかマカロンが乗ってるロールケーキを、ね、食べました。昨日。ひろやさん。 クロムさんハートガトーショコラさん花びらとお団子さっちゃんハートありがとうありがとうガトーショコラさんレインボースターもありがとうのぶろうさんハートありがとう最近結構ね頻繁に行ってますあちこち食べに合間時間とかリハの合間時間とかに行ってますそれでねそう2日ぐらい前にガチャガチャを。 したんですよガガチャガチャャを引いてね欲しいやつがあったの欲しいガチャガチャがあってでもその「お邪魔女ドレミ」のガチャガチャなんだけど「お邪魔女ドレミ」ってそのねキャラクターが何人かいて自分の好きなお目当てのキャラクターが2人2人いるんだけどちちゃんかももちゃんんんかかが欲しかったんで,すよでも大体いいそういうのって出ないじゃないですかランダム系の。 やつってでこの前街で見かけた時にいや多分出ないからやめとこうと思ってやめたんだけどやっぱ欲しいなってやっぱ欲しくなっちゃったと思って引いたんですよ次行った時にそしたらなんとじゃーンお目当ての花ちゃんのキーホルダーが出ましたじゃーん花ちゃんあちょっと見えない花ちゃん そう白はなちゃんのさ衣装が白だから白のカプセルが来たらもう絶対にはなちゃんやと思ってたんですよねあめっちゃ嬉しいじゃんじゃャジャんお邪魔女私のお邪魔女コレクションがまた増えましたやったぜ400円とか <laughs> 400円だから何回もさ引く勇気がなくてどうするか悩んだけど引いてよかったです飾りますちょっと私キーホルダー持ち歩いたらなくしちゃうジンクスできそうだから飾りますおうちにラクさん花びらおみかんさん花びらワッチさんハートありがとうございます小鍛冶屋さんラクさんお団子ありがとうございます みかんさんいいねずやさんいいねありがとう陣いさん拍手ありがとうありがとうございますうんヒロさんノブロうさん真空研さんお団子のしんさん尊いありがとうひろしさんペンギンうん花見ペンギンありがとうございますありがとう明日しっかりメイクした状態で。 配信できるはず、久々に最近もうメイクをあまりしてない顔の配信が続いてるからさリハとかで明日はライブ終わりで配信しますね明日開演時間が16時で早めなので普通さ夜公演って早くても夕方の5時とかなんですけど明日はね4時なんですよだから。 ゆっくり早めですね今日帰らなきゃみたいなもう早めに帰らないと仕事があって人も帰れる時間帯なのかな分かんないけどジャクソンさん花びらありがとうお団子もありがとう大吉さん花びらありがとう明日は日帰りです気をつけて帰るんだよ 迷子にならないでねえー、飛行機変わったの時間なんかさ路面電車の時間もいろいろ変わってるっぽいねね路面電車だから衛星に慣れてる方とかで路面の時間把握してる方なんか路面電車がね この前変わりましたっていう投稿が流れてきたんですよなのでもしなんかよく乗るよみたいな方いたら一応チェックしてみてくださいねおだしさんお団子ありがとうみつうさん花びらありがとうあとさあとさあとさあ,あ,とさあ,あの七並べの トランプの方々ランキング10名の方々お手元に届くまでもう少しお待ちくださいとっても可愛いいトランプが届くと思いますのでお待ちくださいお待たせしておりますその手続きとかがもう来てるみたいなのでもう終わったかなちゃんとみんなは。 並べアプリのお知らせのところに対象の方には連絡が来てるみたいなのでお忘れなくですです。さんちゃんだよお団子ありがとう。みっちーお断りです。いもけんぴーさん、花びら、クロさん、ばら、きょんしさん、お団子ありがとうございます。こんばんは。 ーカーの帽子かぶろう髪が広がっちゃう広がっちゃうわこんばんは今まで冬ダイヤで明日から夏ダイヤあそうなの明日からなんだえー、明日からなの ?4 月からじゃなくて飛行機前の皆さんダイヤが変わるそうなので行動をお気をつけて。 早め早めの行動とかでお気をつけてです。今一度確認をお願いいたします。メロンのあそこさんバラ花びらありがとう。だるまもありがとう。お団子もありがとう。パッはい。ダイヤ。飛行機。 ね、こんばんはお会場初めてですかでも明日の会場は行きやすい気がする平和公園に向かえば大丈夫だよあの歩くにしても、まあ、歩く人は私ぐらいしかないかもんだけど、まあ、歩きたいと歩いても電車でも路面 間違った路面電車でもバスでも歩きでもチャリでも何でもあの平和公園を目的地に向かえば明日の会場は着きますので安心して、まあ、時間に余裕を持って来てくださいあオリズルタワーそうオリズルタワーの1階にお好み焼き屋さんが新しく。 広島ではもうおなじみのみっちゃんっていうお好み焼き屋さんが新しく入ったのでもしお腹空すいたらもうその辺は何でもあります広島の中心部のとこにあるからお腹空すいても安心だし何でもあるので駐車場確保はお早めに過去経験談だそうです車車で来る方は駐車場確保 お忘れなくあ余裕を持ってね早めに来たのに駐車場を探し回ってライブ間に合わなかったようはちょっと悲しいのでパーキング探してくださいお忘れなくねともっちさんお団子と花びらしんいちさんゲームギフトありがとう。 明日年度末そうだよね,だよねでも4月とかもさ新しい環境で忙しいって方多そうだよね3月4月ね自分が環境変わる人もいればさ周りが辞めたり入ったりとかで立場が変わったりして大変な人もいるだろうね皆様体調に気をつけて過ごしてください初広島え初広島 えー、ぜひおいしいものいっぱい食べて STU 摂取して帰ってくださいは初広島多分観光をしてる時間はないと思うので駅に行けばお土産もあるのでまずはもみじまんじゅうですね初であればぶんさん 花びらお団子ありがとう初だってジロくんハートありがとうあ揚げもみじもぜひ駅にあるので駅の地下にあるたい焼き屋さんはあのお好み焼きがあるよお好み焼き味とか、まあ、とりあえず駅に行けば何でもあります 会場近くも揚げもみじ屋さんあります。三船さん花びらありがとう。あと桜餅もありがとう。マコバヤさんハートありがとう。あとね、なんだあカンヌレそうだね。カンヌレアンコロネアンコロネおすすめだよ。アンコロネこの前宮島行ったらチョコレート味が出てました。 でもその時お腹いっぱいだったから買えなかった食べたかったアンコルネアンコロネいよ。あとカノレね田舎のおじさんお団子ありがとうダーソクさんお断りですケイティさんお団子マコバヤさん花びらありがとうえーしばらく遠征どころじゃなくなった ななんて凝ったなんで私が猫の手も借りたいぐらいだったらパセの手を貸そうかでも目をつけちゃうかも仕事量増やしちゃうかも大事な書類とかにコーヒーこぶして「うわ!」とか言いそう私絶対言ってる今日もねあのね差し入れで今日生チョコサンドってやつを頂い,いたんですよで食べ終わった やつを、ね、袋をねゴミ箱のとこに運んでたらパンっ,って袋落としてそこについてたチョコレートのクリームの残りがももちゃんの靴についちゃって <laughs> そう「<laughs> ごめんなさい!」って,ってあの別ティッシュでゴシゴシ拭いておまけにチュッチュッってしときました <laughs> 気持ちだけ実際にはしてないですよ 靴にしてないけどあーってスタメンさん花びらありがとう。そいからさんお団子ニにゃんチさんお断りです。ジャクソンさんノブルオさんハートありがとうございます。アシーさん花びらありがとう。あフィロのパンいいと思う。フィロ私の大好きな ベーーカリーキッチンフィーローさん会場の近くに2号店できてるからいいよ美味しいでも広島初めての方は広島のなんかもみじまんじゅうとかお好み焼きもぜひ食べてほしいですね汁なし担々麺とかでももしかしたらライブの,あの,その高まった気持ちで満腹になる可能性もある。 私はね HKT さんとか AKB さんの公演とかああの握手会に行った帰りはなんか気持ちが高まってお腹が空かなかったんですよ。うどうかな逆に食欲が上がる人もいるかもしんない <laughs> もしかしたら。 うわメンバーが細いから代わりに俺が食べちゃおうとか言って食べちゃう人もいるかもしれないけどぜひ楽しんで帰っておいしいですね皆さんにあベーグル屋さんそうだねベーグル屋さんも近いですよあエックス・イシングスもあるねあるよあるよあるよ何でもあるパセリがバッグを忘れたスタバも近くにあるからね パセリがあのバッグを置き忘れてきたスタバは広島ゲートパークっていうリズ鶴タワーの向かい道路を挟んで大通り挟んで向かい側のとこのスタバなのであの巡礼したいい方はでですすございますそこの敷地内にあるパン屋さんパン屋さんも私行ったことあるし上にある カフェもあるしあとエックスンシングスもアサイーボール食べに行ったしあとその広場自体があの瀬戸茶礼のゴミ拾い SDGs のゴミ拾いロケのロケ地でしただからその場所に行けばもういろんなところを制覇できます聖地巡礼制覇したい方にはもうもってこいもってこいでございます ちなみに全部今言ってて思ったけど、どのカフェもパン屋さんもエックスンシングスもスタバも全部。ソラハさんと行ってるので、あの私推しの方もそうだけど、下のソラハ推しの方も。聖地巡礼で,できますよ。ゴミ拾いロケも一緒にいました。ゴミ拾いロケはリコチ。ユナやな、私ソラハさん。だから四人の。聖地巡礼、あとそこでよく餃子フェスとか。 クリスマスマーケットとかもやってるから大体 ST のメンバー行ってるので <laughs> もうそこに行っときゃ「聖治巡礼どっか行きたいけどわかんない」って人はもうそこに行けばもう解決です誰かししらの政治巡礼してますそうラッキーベーカリーそうそうそうそれラッキーベーカリーでなんかなんだっ,たっけな名前忘れたけど凍ったパンみたいなやつを。 食べた冷たいやついろいろ巡ってみてくださいファセがこの前 X で紹介したパン屋さんは結構遠いです結構会場から結構遠いのでちょっと時間がある方はぜひだけど結構遠めでございますのでうん。 位置関係とかが難しいと思うんですけどああと4月14日4月14日マイカー公演の夜公演の方に出演するので日曜日なのでね次の日がちょっと帰らなきゃいけない方もいると思うんですけど沖さんがリーダーとしてのマイカーはきっと4月14日で最後だし。 ココアさんも KLP48 海外に移籍する前ラストになる可能性があるのでそうなんですよ。昼はがナナが出ますすポジションが被ってるんですよそうなの私ポジションさ何個か3つぐらいでき,るできたことやったことあるんですけどそうまた違うとこで言るとそのポジションの子出れなくなっちゃったりするので。 7人なのでね6人公演だから普段がだからそういう、あのー、ポジションの都合で昼はいないんですが夜公演楽しみたいと思いますとてもね私も寂しいんですけどねそうマイカー公演なので そう「昼だったらいける」みたいなコメントが今日お知らせが出たんですよ出演メンバーの。でその前に「昼なら行けそう」みたいなコメントとかリプとかを見てたから「あーごめんね」と思って「ごめーん」と思ってねたんだけどそうまあでも配信もきっとあると思うので。 ぜひ、あの、来れない方も楽しんでもらえたらと思います。よろしくお願いします。カズさん、花びら、ありがとう。そう、ユナーナは、一年ぶりとか、マイカー公演が。そう、あのね。そもそも、マイカー公演自体が、十一月ぶりなんですけど <laughs>。だから、かなり、お久しぶりの公演、なので。ね。 早くマイカーしてくださいっていう声もたくさんあったからとても楽しみでございます大木さん卒業後のことはもうわかりませんマイカー本当にこれが大木マイカーラストとかじゃなくてマイカーラストになる可能性もあるじゃないですかだからちょっとそうみんな見てほしいなと思って メンバーみんなでわせをししてました <laughs> ねこれからココアさんも移籍したら5人になるからね公演が成り立たなくなるんですよ6人公演がだからあのー、そうでももうココアさんの移籍前にマイクはまだできるのであれば私また4つ目ポジション覚え全然覚えられるからオさんのとこも全然覚えられるやる気十分なので。 できたらしたいけどもしかするともう大きさんも小川さんもラストになっちゃうのかもしれないのでぜひね最後の前から見てほしいですねねかずやさんハート伝説の元トラック運転手の林さんすごい名前花びらありがとう ありがとうございます。そうですね。でもどのポジションもね。思い入れありますよ。ココアさんのポジション最初ココアさんのポジションだったんですよ。そう、そこはやっぱり。ココアさんが元々これまでのユニット課外活動公演でやってた。センター曲セカラシカとかそう。いろんな曲。 のセンターをやるプラス私にぴったりってことでチャンスの順番のセンターもさせてもらったりとかあとはねそのポジションの時はみほりんもみほりんも一緒に出てた時期なんですけどみほりんと2人歌わりとか新明のとこが多くて「夢のルート歌えたし2人」とかなんかそういう懐かしいなみたいな歌詞が。 夢のルートとかのさ歌詞ってさなんかすごいチャンスの順番もだけどなんかしっくりこう心にわあって歌詞が染みてくるというかそんな感じなのでもうそういう歌ってた頃の記憶を記憶がこう蘇ってくるあの時の感情が今でも蘇ってくるくらい。 楽しかったほりんと出ていた頃の思い出とかいろんな思い出が <laughs> ねそう私初日メンバーとして出るのが初めてだったんですカー公演がでもまあその初日メンバーって言ってもココアさんがそうあのー、お勉強とかの都合で、ね、受験とかがあったからその都合でっていう事情はあったにしろ一応初日として出れたから。 自分的にも思い入れがあるポジションでココアさん帰ってきてからはやっぱり自分のポジションがなくなっちゃったのであの美穂ンが成人式とマイカー公演かぶってどうしてもマイカーの方が出れないってなったのでそこをね美穂のとこ覚えて1回しかやったことがないんですけどずっとやりたかった飛べないアゲハチをやれたからねユニットで。 それもすごく思い出に残ってるし今やってるほのたんさんのポジションも初日が自分の生誕祭 <laughs> 一番カメラに抜かれる生誕祭が初日だったっていうあのドキドキ感。しかも PR 舞台とかでもうツアーと出張公演があって。 各会場ごとに初披露曲が何曲かあったからもうレッスンで頭パンパンになりながら練習してたあの時の自分すごいみたいな今思ったらもう今なんか私かあの時の私脳みそすごいなって思うそうもう頭をフル活用してた脳トレになったんだと思います覚えたりするの そうそれで出演したポジション今もずっと出てるポジション思い入れがあるところなのでしかもねそのホータンさんのポジションになってからあのさんんとが増えたんですよだからねオさんと新芽増えたのでそう。 嬉しかった思い出なので4月14日の公演は最後本当に沖さんと出れる最後のマイカーになるのでもうかみしめたいと思っておりますとにかく最後をかみしめますお疲れ様愛してるでもいいですありがとうあせりちゃん泣いてたのは そうショールームでもう不安で泣いてたやつはあれはキュンの時,です、ね、キュンの時だよあれはね夏ですね夏だねあれはもうシンプルに直前で決まって他のメンバーは歌番組の経験もある私は初めてだからもうしかも他のグループさんの曲だからドキドキしてもうレッスンがみんな終わった状態で。 覚えたりとかで、もう不安に押しつぶされそうすぎて、もう頭がパンクしてしまってた時 <laughs>。ですね。ね。懐かしい。三浦さん、なでしさん、お団子、ありがとうございます。しんいちさん、ファイト、かいちゃん、お団子、ありがとうございます。お、紙手側から。 やっぱり髪も指紋も,もいっぱいいくからよろしくよろしくねあるさん花びら和也さんハートあるさんお団子ありがとうじゅん大さんハートありがとうふためいさんハートありがとうそうそのねもうやばいっていっぱいいっぱいになってるときはもう南さん 南さんソルハさんがもうねここの振りはこうだよってレッスンにもそもそもレッスンの時は参加してなかった出る予定じゃなかったからそういうなんか細かいポイントとかもわからなくて動画見て覚えるだけでも精一杯だったからそういうみさんとかソルハさんとか先輩たちが教えてくれてすごい支えだったあの時期の。 支えでした本当にそうなのそれでね今は10枚目シングル「みなみさんと2」と2番の「A メロ」歌い出しが一緒なんですよ。でその振り入れの時も一緒に振りこう教えてもらった後って他のポジションの子の振り教えがあるから先生も。教えてもらった子たちは もう各自でで練習の時間があったりすするんですよそういう時にみなみさんと練習したりなしたなとか思い出があってで美樹さんの卒婚だけど私多分みなみさんと公演出るのも明日が最後なんですよ実は。みなみさんの卒婚卒業公演私出ないから明日が本当南みなみさんとも出るの最後で。 なんかこう一緒に出かけたとか,なんかそういうほ <laughs> かのメンバーみたいになんかこう大きいエピソードがあるわけじゃないけどいろいろ細かいところを教えてくださったりとか支えてもらってたからさそれも寂しいです本当にそうなの南さんも最後なんですよ ひなさんはまだ卒婚があるしおきさんマイカー公園おも,もちゃんは公演、卒業公演出れるので明日はお別れお別れですそうみんな見せやさしいですあのねツアーの時も去年のツアーの時とかもあのー、私とみなみさんが新芽のね 思い出せててかかっったかな新名のところがあみなみさんは折り面だから実はここの2人だけここの振りがちょっと違う違くってみたいな教えてくださったんですよ。他のメンバーこういう振りなんだけどここだけちょっと若干振りが違うとこがあるんだって言ってそういうのもさ折り面しかやっぱわからないから教えてもらった。 ことを私が次は誰かに新しく南さんのポジションとかに入る人にこう伝受け継いでいかなきゃと思っていつもお世話になってる本当にえじりんお団子友っちたかわいいありがとう母さんハートありがとうそうですとっても優しいですエステの先輩みんな優しいですおみちゅさんも さんもね優しい本当にメールに送ったけどあの去年新潟ツアーの新潟の時にもうその時ね結構寒かったんですよ肌寒い時期に入りかけてる時期で寒いのに私がアイス食べに行きませんかって誘って来てくださって。 凍えながらアイス食べたサーヤンとモモちゃんとみちさんと4人で兵庫の時も食べたの兵庫の時はみちさんオキさんソラハさんパセっていう4人で食べてまたねいつかどこかでツアーする時はその各地のアイス屋さんに行って食べたいなぁと思ってたんだけどもう行けなくなっちゃいましたみんなみんないなくなっちゃうモモちゃんもだしさ ももちゃんみちさんもおきさんもだから本当に寂しいですえそうで私さあの中学校の時に部活動が先輩後輩めちゃめちゃ厳しかったから ST 入る時もねもうどんな世界なんだろうって思ったけどびっくりするぐらい優しいです皆さん先輩。だから私も あの後輩にもそう優しくなりたいと思ってるけどでもさなんか私は人見知りすぎていけないからか逆に私が優しくしてもらってます話しかけてくれるしみんな <laughs> 私が後輩みたいな感じになってみんな優しい後輩も優しいです <laughs> 先輩後輩みんな優しい ね、エチゴンから「いいね」が来たんだけど <laughs> エチゴンエチゴンエチゴンが私のツイート「いいね」してくれたたま,ーたまにたまに来るわヤッホー,やっほーでもエチゴンはきっと私推しではないので 違うので、と私を失ってもらわなくちゃこんばんはエチゴンねえちごんエチゴンもだけどササダンゴンもじゃないササダンゴンは高尾さやかをしよう。 あのね新潟のフェスの時に出待ちされてたんですよゆるキャラに <laughs> 新潟の笹団子っていうキャラクターがあの S T U の舞台ステージ前の時に楽屋から行く動線を多分把握してて出待ちしてたんですよそれでサインが来た瞬間にわあって言ってあのもうめちゃくちゃオーバーリアクションで倒れたりしてもう。 すごかったの <laughs> そ<うな>の <laughs> 多ん中の人も好きだし笹団子もや笹団子がそもそも多分アイドルが好きですねいろんなアイドルグループが好きみたいです DD やな DD 誰かこれ切り取って送らないでくださいね <laughs> え絶対あれを把握してましたね動線をどこから ST が来るかあ中の人いないですすべてもうあれが本体です <laughs> いませんでしたパセリの中の人もいません パパセリはパセリリはで運営していますちょっと私このあと夜ご飯タイムに入る今日さご飯の時間逃してなんかね今日さなんかお昼前ぐらいにコンビニで買ってリハ行ったんですよそしたらさ休憩時間に「食べるやつ何しよう,もうどうしようどうしよう」って悩みすぎて分かんなくて野菜スティックとブロッコリー買ったんよ私。 スティックブロッコリーおにぎりを買ったんですけどもうどう見てもカロリー足りないじゃないですかそうで帰ってきて配信してるからこれから夜ご飯タイム何にしようかな <laughs> 野菜ばっか買っっちゃったもうなんか焦っちゃって「やばいやばい早く選ばなきゃ!」とか思ってわかんなくなっちゃった。 あそうじゃん瀬戸家がある私私には瀬戸家がいるんだ「とっちゃん花見らありがとう」「アイス食べたよ」「配信前にとりあえずアイスだけ食べました」「あの31のジャモカアーモンドファッチにしました」「ジャモカアーモンドファッチレギュラーサイズを食べました」「この前買ってきた サイボえっアサイ,ーボ,ールえアサイーボールね今ネットもコストコもカルディも業務スーパーも売ってないんですなんとびっくりどこ行っても入手できないんです早く大量入荷してくれますように売ってないんだってこんばんは。 ビタミンええそうそれでさまた最初の話に戻るんですけど昨日初めてビタミン注射というものをねしたんですよ皮膚科で痛すぎてびっくりしたチクッとしますよーってやったけどチクッとのレベルじゃないぐらい痛くて痛っな <laughs> めてましたビタミンしかも。 なんかその肌が今プチプチできてるから皮膚科行ったんだけどなんかお薬をもらったんやビタミンの飲み薬とあとなんかお肌のこれ治す薬みたいなのもらったんだけどその薬が鉄分のサプリとかカルシウム系とかそして牛乳ヨーグルト乳製品もダメみたいなそれを同時にとると効果が薄れちゃいますって言われて。 なんか私ねしばらくヨーグルトが食べれなくなっちゃいました「2時間から4時間空けたら大丈夫です」と言われたけどさちょっと怖くて <laughs> 効果薄れるの怖くてビタミンビタミン注射でもなんか芸能人って感じがする。 そうなの,その薬剤師さんに言われた薬局なんて言うっけ処方箋薬局って言われた「すの原くん団子ありがとうございます」「ビタミン」えそうニンニク注射 私ちょうど先週ぐらいににんにく注射って体臭くなるんかなと思って気になって調べたんですよただ「体臭くなりません」って書いてあったにんにく注射したことある人いますかあれも痛いかないつかやってみたいなんかねふと気になったんですよ <laughs> ふと気になってにんにく注射臭くなるのか 検索したばっかりだったから皮膚科行ってビタミン注射打っててあまさか私が調べていたことが複製になるとは、まあ、違う種類だけど注射はね擦り猿さん川崎さんハートありがとうございますえニンニクの香りすんの え、そうなんだ。あ、ビタミンなの、あれも、そうなの。そうだったのか。川崎さん、花束、ありがとう。うわあ、にんにく。にんにくがいっぱい入ってるラーメン食べたいです。<laughs> ラーメン。 イカメラすることになりました <laughs> 私もねこの前イカメラをしたんですイカメラしたんですイカメラ中はもう気が気を失ってるというかもう意識なかったから大丈夫だけどその前に飲んだ薬みたいなやつがまずすぎてまずすぎてもうトラウマですもう一生したくないです <laughs> そうだよ カメラつらすぎた人生初イカメラしたあとあれもした鼻からカメラも入れたあれ喉の声帯が腫れてる時に耳鼻科行ったらまさかの鼻からカメラ入れますねって言われて鼻カメラも親しいカメラをしました <laughs> いや嫌だ本当に。 イカメラの時はあのその前にジビカで鼻からカメラ入れて整体見たからイカメラも鼻か口か選べたので鼻にしたんですよ鼻でって言ったら鼻だったら麻酔ができませんって言われて <laughs> 口からだったら麻酔できますって言われたんですじゃもう口って言うしかないじゃないですかだからやっぱ口にしますって言って最初鼻に丸つけてたけど <laughs> すいません口でお願いしますって 意識が飛んでる間にしてもらいましたいやもうやりたくないぜ嫌だ鼻ね鼻の時なんか鼻にシュッみたいなされた耳鼻科でシュッな空気みたいなの入れたまだしたことない方は いつか頑張って私もきっとまたねやる時が来るから怯えながら過ごしたいと思いますでも麻酔をしたらもう大丈夫とおみかんさん桜餅ありがとうえー、うまい下手があるのお医者さんによってでも注射もそうだよね注射と カズノシンさんハートありがとういやだわやっぱね元気なのが一番だね長生きもダメ分かった長生き頑張るから健康診断定期的に行きます定期的に行きたいと思います私が今一番行きたい病院はジビカですジビカ行って耳掃除してもらいたい 耳掃除してほしいもう TikTok で耳掃除のさもう何年貯めてたんだってぐらいもう汚いもう「もう何?」ってどこからそんなに入ったもう溜まりすぎじゃんそれもう耳栓してるぐらいの溜まってるじゃんみたいなやつとかはねもう毎日見てるんですけど見てたらやってほしくなっていやそんなに溜まってないと思うけど <laughs> そう自衛官に行ってね耳掃除してもらいたい。 田辺さんお断りですもうね TikTok に出てくる意味噌味本当に汚いんですよ <laughs> それは言ってるいや本当にご飯中の方ごめんだけどね、この前は耳からイヤホン採取してる動画出てきたイヤホンのなんかあのゴムのところやだ あとは歯歯医者歯医者者定期的に行っていますお掃除あっ眼科眼科も行きたい <laughs> 全部や皮膚科もまた行きたい <laughs> 定期的に定期検診受けないとえー、45分に終わろうかな配信夜ご飯タイム入ろうと思います お肉焼こうかな鶏胸肉眼科えっ眼科目にシュうみたいなやつやったかもしんないなんかやった思わずまばたきしちゃう何かをやったちょっと記憶が薄れちゃったけどなんかフ <laughs> みたいなやつやったまばたきしないでくださいねーみたいなやつやった いや無理やんっていう風邪やったかなやったよそれトシさんラブレターありがとうおえが、ー、んんがん圧測定がん圧検査眼底検査っていうの 私がややったやつわかんんなないなんかされるがままだった <laughs> ここに座ってくださいねみたいな言われるがまま従って「はい」って言ってジロくんアイス川則さんハート亮平さんお断りですみやりんハートかいちゃんお団子ありがとうしんいちさんハートギフトありがとうこんばんは。 おみかんさん桜餅ありがとうそういえば今日ヤンにサヤンにねこの前ショールームで「パセリは絶対サヤンのことが好きだよね」って話をしたよみたいな言われたんですよ。でさ何日か前にさコメントに「サヤンがパセリがんパセリはサヤンのことが好き」って。 サーヤのルームで話してるよみたいなコメントが来たからあの時のやつやと思って <laughs> であの4年前2020年にサーヤンの七並べの名前が私をアイコンにしてパセリパセリアイコンにしてね矢印サーヤンのことが大好きみたいな名前になった時があったんよ。それを思い出してさ今日 2020年までスクショを遡って私スクショしたんですよ嬉しくて4年前のスクショを遡って見てたら見つけたのそれをだから私4年間ずっとサーヤンからさサーヤンのことが大好きな人としてさ認定されてるわけですよね素晴らしくないですかサーヤンのののファンの方が他のとこに あの浮気したりとかしてる間も私はサーヤンのことが大好きな人として認定してもらえてるから <laughs> 皆さんも見習ってあのお締めに一途でいてください写真あるかなちょっと iPad に入ってるかな「サーヤンのことが大好き」あ出てきたこれ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 2020年だこれです これだったのさあの4年前が4年前の名前がこれだったんですよで嬉しくて写真撮ったんですけどそう <laughs> ね未いまだにそう思われてる一途ですな これ大好きな高崎愛子の写真見てください <laughs> これねこれは3年前3年前の私たちリハーサルでこのホワイトボードの裏に4人で座ってご飯食べてる写真めっちゃお気に入りなんです伝わるかな伝わりますか <laughs> ?4 人でこんなスイングに入って。 写真も大好きなの私こういうのをねいっぱい保存してるんですよ3年前のあのアンピーが可愛くてずっと保存してしかもお気に入り登録してる私 <laughs> 私のお気に入り欄ねーアンンピーとサーヤン多めでやってますあこれとかいやこれもずっとお気に入り登録してるの美穂とアンピー。 普通にあの、SN、s n s ツイッターとかで見つけたやつを保存してもう普通にただのファンです私普通にファンしてますえ四45分忘れてたそうだっ四45分に終わるんだったじゃあ終わりたいと思います明日はみちゅさんの卒業コンサートなのでしっかり頭を 休めてでも今日の復習もして明日の本番頑張りたいと思います皆さん今日も配信見てくれてありがとうございましたでは壇上読みます13位トニさん12位くちゃん11位クわドリさん10位しんいちさん9位ジェットさん 8位カイちゃん7位マル、ま、さん6位トモッチさん5位ガトーショコラさんあれ変わった13位トニさん12位クちゃん11位クアドリさん10位しんいさん9位カイちゃん8位マル、ま、さん7位トモッチさん6位ガトーショコラさん5位 Z さん4位カズノシンさん 3位阿部寛さん2位裕太君1位 G2 さんありがとうございました壇上が途中で変わったから2回読んじゃいました皆さんもありがとうコメントもありがとうありがとうねそしてこっそりこそこそ見ていた皆さんも ありがとうございました通りすがりに来た方もありがとうございましたそれでは明日配信もありますのでえっとニコ生 STU48 チャンネルで生配信あるので16時から16時からです明日会場に来る方も時間間違えないようにしてくださいねいつもより時間が早めになってるので16時 16? こう16時でですすす時時からですよろししくお願い,いたします16時にはもう始まるのでそうだから会場はもっと早いしグッズの販売もあるので詳しくは ST の公式 X または公式サイトでチェックしてください。 そしてニコ生なのでね。あのコメントができるので。あのニコ生勢の方、ぜひコメントも盛り上げちゃってください。よろしくお願いします。それじゃあおやすみなさい。また明日ありがとうございました。